僕、うん、ちょっといいかしら。これが幸せの壺よ。高名な陶芸家が念を込めて作った御利益の高い壺で、家に置いておくだけで持ち主に幸せが訪れるの。本当は250万円だけど、僕には特別に80万円で提供するわ。そんなお金ないです。じゃあ50万円に負けてあげる。いや、50万円も持ってないです。あれば買うのね。じゃあお母さん呼んでみてくれる？お母さんも買わないと思いますけど。あ、この子いけるわ。ねえ、ちょっと触って。ほら、ここザラザラして気持ちいいでしょ。いや、よくわからないです。あっ、あっ、危な。何今の。気をつけてね。あ、割った。今のは。あ、人のせいにするの？え、いや。ねえ、僕、お金で解決できる問題はまだマシなの。わかる？あらあらあら、お客さん、割っちゃったの？君、電話持ってる？持ってない。あ、いいタイミングで鳴ったな。出なよ。何やってんだ、モブ。もうお客さんが来るってのに俺を呼び出すなんて。この坊やの保護者か、あんた。なるほど。商品の弁償代500万円を。この安そうな壺をモブが割ったのか？え、なんだって？おい、世間知らずの兄ちゃんよ、働けなくしてやろうか。サカスに響いちゃった。これ治療費かかっちゃうよ。あ、治療費、慰謝料込みで100万円。ふざけてんのか、こらボケカス。はい、今ので精神的ダメージ、慰謝料プラス100万円。おい、息が臭い、慰謝料プラス100万円。呼んどれや。声がでかい、慰謝料プラス100万円。あ、ワイシャツほつれてる。弁償代プラス100万円。これで壺の代金チャラになるな。お前らがやっているのはこういうことだ。行くぞ、モル。このまま返すかよ。諦めなさい。幸せの壺を割った時点で不幸になるのは決まったのよ。災いが降りかかるかもな。不幸？災い？実は俺もさっきまで悪霊に取り憑かれた人と話しててな。彼女曰く取り憑く先を俺に変えたらしい。そうなると毎晩変な音が聞こえたり、写真に何か映ったりと災難が絶えないそうだ。今度はお前らにくっついたかもしれないな。夜には気をつけろよ。あ、幽霊？いい気分しないだろ。お前らがやっているのはこういうことだ。幽霊で脅してかきか。怖え。